緒に休憩しませんか。ちょっと近すぎないかな、東谷くん。俺もっともっと高戸さんに近づきたいです。やめてくれと言ってるんだけどな、東谷くん。まあ東谷くんったらじゃれちゃって微笑ましいわね。逃げないでください、高戸さん。知らされたら燃える。俺の望み聞いてくれるって高戸さんが言ったんじゃないだ。毎日毎日ちった自重しろよ、発情天使が。高戸さんがもぐもぐしてる。ああもぐもぐしてる。高戸さんもぐもぐしたい。やりたい。あのな、そんながっついた目で見ても俺は食えないよ。ああ。東谷くん。あ、はい。ちょっとお茶でもどうかな。はい。この大根、なんで呼び出されたかわかるよな、大根。あ、はい。あ、お帰りなさい。次二人のシーンですが入れますか。はい。高戸さん、あのお風呂まで抱っこしてもいいですか。あ、はい、どうぞ。殴りたいだけ殴ってくれていいです。すみません。もちろん、表紙も二人でってオファーだから。喜んで。でも俺毎日会いに来ますから。え、なんで。車で。高戸さん、今度の舞台の台本ですか。今日も京都でキラキラしやがって。おう、つーか、なんで俺が舞台やるって知ってんだよ。言ってねえぞ。お前はしばらく秋ドラの一本か。はい。じゃーん、これ着てください。わ、笑ったら、笑ったら殺すからな。でもその喜ぶ顔を悪くないなんて思っている俺もだいぶおかしい。笑いません、笑いませんよ、高戸さん。いや、高戸くん。殺すぞ。